はい、ミンゴルファイ木村です。7月27日の今、朝9時過ぎぐらいですね。新しいお知らせ、というか、新しい機能のお知らせがね、入っていました。ギアカスタム登場ということでね、新機能ギアカスタムです。まあ、ウェアの方は先に、導入されてましたけど、今度はギアということですね。まあ、ギアにいろいろな、スキルが付与できるということなんですけども、まあ、どんな感じかっていうのをちょっとやっていこうかなと思うんですけども、まずカスタムスキルとスキルスロットっていうのを理解する必要がありそうですね。カスタムスキルはそれぞれのギアが持っている、まあ、運が上がることで成長する特別なスキルということですね。で、そのギアのカスタムにおいて他の、ギアに移動することができるということだそうです。はい、ということでね、早速クローゼットに移動してみます。今は、グレートショットクラブを、まあ、装備していますけども、この上にね、カスタムというのが追加されてますね。これが増えてると思います。で、グレートショットクラブには超パワーモードプラス2というカスタムスキルが初めからついているということですね。で、必要な運として、まあ、私は1個しかありませんので、運は0ということでプラス2ということなんですが、まず出ないと思いますけども、グレートショットクラブがもし3個ね、あと追加でゲットできれば、運が3となることによってスキルポイントがプラス10になるということのようです。そしてスキルスロットなんですけども、全部で2つ付けれるようですね。ただ、もう1つを付けようとすると、少なくともあと1本グレートショットクラブが出ないとダメということで、このアンカークラブをちょっと見てみたいんですけど、アンカークラブの場合は1本出てますんでね、運が1ということなので、下のスキルスロットが2つ開放されているということですね。なので2つ付けることができるということだと思われます。で、プラス、そうですね、パワーの超アップというのがプラス5という風になっていますので、運が1ということなのでね、そうなっているということだそうですね。そしてシャンパンクラブ、こちらは1本しかありませんので、運は0ということで、コントロールが上がるというのが、シャンパンクラブのデフォルトのスキルのようです。そして、スロットは1個だけ付けれますよと。で、チェッカーフラッグクラブは、パッドインパクトがプラス2と。いうスキルのようですね。チェッカーフラッグクラブのこのカスタムスキルはちょっともう少し違うの欲しかったなというところなんですけどね。はい、でまあどのようにスキルをつけていくのが賢いのかなっていうのをちょっと考えていかないといけないんですけど、例えばこのビッグフライクラブですとインパクトがプラス7、これ今14個まあ運がありますんでね、もうマックスに行ってるという、あ、マックスは行ってないですね。15がマックスということか。なるほど。じゃあ、例えば、このスナイパースパイラルクラブはですね、今、運が9。ゴールドランクのギアの場合は、運がマックス10でプラス5になるということで、シルバー、ゴールド、プラチナ、まあ、それぞれのね、ランクの種類によっても、運の数の違いはあるそうですね。さあ、ちょっとボール見ていきます。今、ローズブーケボールを、装備していますけども、これはコントロール超アッププラス5というのが、カスタムのデフォルトスキルということです。で、ラダーボールはパワー超アップがプラス2ということですね。で、カクテルボールは、インパクトがアップというのがプラス2ということです。で、トリアイナボールは、1個運がね、ありますんで、スロットが2つ開放されています。これはなので、クラブもボールも、まあ、同じ理屈だということですけども、まあおそらくクラブにはクラブ、ギアにはギアの、スキルの付与ということだと思いますけどもね。工房に行ってみたいと思います。はい、ここにギアカスタムというボタンが追加されていますね。中に入ってみます。はい、カスタムスキルとは他のギアに移動させることができるスキルということで、運の数によって、能力値が上がっていきますよということですね。まあたくさんガチャを引いてくださいと。たくさんお金をかけてくださいと、まあ、いう機能ということでいいんじゃないかなと思いますけどもね。さてさて、では早速どういうやり方でついていくのかっていうのをね、ちょっと見ていきたいと思うんですけども、はい、まず強化をするギア、つまり、スキルを追加したいギアですけども、まあ、例えばチェッカーフラッグクラブにつけたいよと。で、空いているスロットは1個だけということなので、1つだけ何かのスキルをつけることができるんですけど、例えば、トーテンポールクラブだと、集中力、パワーモード、得意。まあ、そんな感じですよね。
で、まあ、これをですね、例えばインパクトプラス2をつけたとしても、まあ、そんなに効果は薄いということで、逆にプラスの多いものをですね、選ぶということで考えていくと、例えば、パッドコントロールプラス10ですね、スピンプラス10。ということで、このシルバーランク、ゴールドランクのね、これまでたくさん、クラブ、同じクラブ出てもどうしようもねえじゃんと思ってたんですけども、ここで活躍しそうですね。いいですね。ライジングショットが打てる。パッドインパクトプラス10。ビッグフライクラブだとプラス7ですね。あと1本、揃うといいと思うんですけどね。コントロールプラス10か。いいですね。このスーパースナイプクラブのコントロールプラス10というのをチェッカーフラッグクラブに付与したいと思います。はい、これでスキルを選択すると、はい、こんな感じですね。で、強化後に残したいスキル、まあ、コントロールを残したいので、チェックを入れて確定するという流れで良いと思います。はい、そうすることで、スーパースナイプクラブの、運がまず減少ということですが、これで実行します。ので、元のクラブの方の運が減ってしまうということなんですね。はい、ということで、これでチェッカーフラッグクラブにコントロールアッププラス10というのがつきました。まあ、単純に、プラス5の能力ボール2個分がついたというふうに捉えれば良いんじゃないかなと思います。一回ちょっとクローゼットで、状況を確認したいと思います。はい、チェッカーフラッグクラブのコントロールの能力値は278のまんまでしたね。スキルを見てみますと、ありましたね。コントロールアップ中というのがついています。これが今カスタムスキルで追加した、スキルになりますね。コントロールの、値が10アップということです。まあ単純にこういうことができるよということだと思われますね。続いてちょっとボールの方もやっていきたいと思います。ローズブーケボールを今装備していますけども、これはですね、運が一つありますので、スキルスロットが2つ開放されています。ので、何らか2つのスキルを追加することができるということで、やらなきゃ損ですよね。で、すいません。さっきちょっと説明でちょっと忘れてましたけども、お金かからないようですね。ので、もうやった方がいいですね、これは。メイクセット、リメイクセットがね、前回はいりましたけど、ウェアの方はいりましたけど、これに関してはお金がかからないようなので、コインがね、かからないようなので、もうやっておかないともったいないということで、2つつけれます。今何にしようか選んでます。ウェアにつけなくてもいいようになる。お、集中力もいいですよね。プラス5の集中力ということで集中力が発動するということです。風読みもいいですね。いやー、こういうね、ために貯めたボールが役に立つ時が来るというような、ね、運営さん考えてくれましたよね。さあどうしよう。何をつけよう2つ。コントロール超アップにさらにコントロールアッププラス10っていうのもありですし、インパクトを上げるという手もありますね。集中力をつけるという手もあります。悩むな。まあ、まずインパクトか。そうだな。インパクトを上げて、ジャスインの確率を上げたいということで、まずインパクトアッププラス10っていうのをつけたいと思います。はい、ということで、インパクトアッププラス10というのがローズブーケボールにつきました。さあ、続いてもう一つ、空きがありますので、ここに、そうですね、風読みはまあ今も出てますので、そうですね、コントロールを上げるか、集中力かというところですが、集中力でいこうかなと思います。はい、残したいスキルを両方とチェックですね。これで確定します。はい、ということで、ローズブーケボールに、ご覧のような、スキルが追加されたということになります。ので、こうローズブーケボールを使っているときは集中力で、カーソルの速度がゆっくりになると、多少ゆっくりになるという状態になったということですね。はい、スキルを確認しますが、はい、集中力ついていますね。はい、そういう感じなんですね。ので、これはそれ、よくね、まあ、基本的に使うボールやクラブに関しては一通りやれるだけやっておいた方がいいかもしれませんね。で、まあ、その都度付けたいスキルを変えていくというようなやり方をするのか、まあ、そのボールと
クラブはそういうスキルの仕様だっていうふうに決めてセッティングするのか、まあいろいろとやり方はあると思うんですけど、うん、これはやっておかなければもったいないですよね、このカスタムスキルはね。はい、あともう一つですね、能力ボールを売却するという機能が、追加されています。トレーニングルームの中のですね、左側に能力ボール売却というボタンが追加されてますね。はい、これで売却をできるようです。例えばスピンボールのプラス1、まあ、999ありますけども、これを例えば売りたいよという場合はこれをタップするとこういう画面になるということで、1個売ると1コインですねので全部売ると999コインということで、プラス1の価格は1、そしてプラス2の価格はですね、5個で1個作るはずのプラス2なんですけども、1個売っても2コインしかならないということで、なるほど、ということはプラス3は3コイン、1個で3コイン、そしてプラス4だと4コイン、プラス5ですと5コインということですね。ということなので、もうプラス1の段階でもう売っていかないと損ということですよね。なるほどね。はい、試しに今1個だけ売ってみました。はい、ということで1コインになったということですね。まあこれは、ちょっと想像よりもですね、プラス1が1コインっていうのはまあなんとなく想像はつきましたけど、プラス2以降のですねコインがここまで少ないとは思ってもいませんでしたので、これはもう完全にプラス1の能力ボールを早めに処分する方法をまあなんかやってくれっていうような要望が多かったというところに導入された機能かなと思いますんでね。プラス2にね、能力ボールを増やすのか、プラス1のまんま売るのかっていうのを選択肢ができたよというふうで捉えていけばいいんじゃないかなと思います。はい、ということでね、新機能、ざっと確認してみましたけども、皆さんのね、スタイルでいろいろとギアをカスタムしたりとか、コインに変えたりとかしてみるといいんじゃないかなと思います。ご視聴ありがとうございました。ゆきむらでした。